ございます、ヤギちゃんです。今私は岩手県栗駒山の登山口須川高原温泉におります。はい、改めまして、今回は北陸新幹線と東北新幹線を乗り継ぎ、秋田、岩手、宮城の3県にまたがる栗駒山にやってまいりました。風が強くてマイクが全く機能しておりませんでしたので、アフレコでたくさん魅力を伝えていこうと思います。どのくらい風が強いかと言いますとね、結構うるさいですね。イヤホンで聞いていた方、大変申し訳ございません。今回栗駒山は日帰りで登ります。登山口の標高が1150メートルくらい、山頂が1626メートル、標高差600メートルちょっと、距離は約9キロ、5時間くらいで登ります。すごい、めっちゃ緑。昨日宿泊していた須川高原温泉の横が登山口になっていて、今日はここから登り始めます。緑色の源泉は全国的にも珍しく、酸性の緑盤泉といって火山地方に多い温泉だそうです。ここの露天風呂がめちゃくちゃ最高で、はい、昨日の前回の動画で取り上げているので、よかったらぜひ見てください。あそこが須川温泉神社で、登山口があります。真横がね、すごい温泉なの、見て、すごいよ。須川の源泉、毎分6000リットル、日本第10位。今日酸性なんですね、すごっ。歩いていきます。本音を言うと、紅葉が1週間から2週間ぐらい遅れてるのはこの時分かっていたので、ああもう無理かなって諦めてたんですけど、少し登ったところで、あの葉っぱが結構赤とか黄色に色づき始めて、え、もしかして今日行けるのってワクワクし始めたところでございます。須川高原温泉の館長さん曰く、ここ3日4日で急に進んだよって言ってたので、もしかしたら山頂でもいい景色が見れるかも。登山口から歩いて10分ぐらいのところに、じゃん、蒸し風呂があります。ここも須川高原温泉の、あの源泉の湯気を使った蒸し風呂で、結構なんかおへそから中が個室みたいになっていて、おへそをね、あ、ここでね、あそこから湯が出てくるんだ。ここから温めるなんか天然のサウナって言われている。帰りに時間が経ったらやってみようと思います。よし、じゃあちょっとどんどん、ね、天気がね怪しいのよ、だからどんどん先に行こうと思う。名残ヶ原方面に左。わー、葉っぱが黄色いよ。あ、天気持ってくれるといいな。わー、すごい、見て、何、湯気とここですごく驚いているんですが、そうですね、北海道の火山でも同じような経験をしておりましたね。なんと地面から湯気が出ているんです。この時風に吹きつけられすぎて寒かったので、恵みの湯気でございました。あたかい。これ結構あったかいんですよ。紅葉してます。諦めてたんだけど、紅葉してるよ、もこもこ。早く行こう。
開けたところに出てきました。ここが名残ヶ原です。登山口から歩いてまだ1時間も経ってないくらいです。意外と紅葉が進んでおりました。木道の縁が赤とか黄色に色づいています。この草原は標高が1150メートルくらいで、この向こう側から坂を登っていきます。実は素敵な映像をいただきました。ありがとうございましたと感激していると、この後またしても悲劇が襲います。皆さん、木道結構岩い、木道結構穴開いてるから気をつけてください。出ました。右足つけた。割れた木道から落っこちてしまいました。めげずに歩いていこうと思う。人生と一緒。右足冷たい。歩き始めて20分ぐらい、開花台というポイントに来ました。ここから右側のコースは山頂ちょっと近めなんだけど、今立ち入り禁止になっています。立ち入り禁止になっているのは津川コースで、コース真ん中にある昭和湖付近の火山ガス濃度が高く危険であるためです。やっぱり火山などですね。今八木が進んでいる魚沼コースは通常通り利用できますが、沢を渡るところがあるのと、川なのか温泉なのか水が溢れてる箇所がたくさんあるので、温泉湧いてる、ちょっと滑りやすい。私はいつものトレランシューズで来てしまったのですが、もしかしたら防水の登山靴の方が良かったかもみたいに思っています。あったかかったりするんかな。あ、全然冷たかった。今まで岩が緑だったんだけど、この岩は赤いです。これも温泉の成分だと思う。道を進みます。取られてます。川と森が交互に来る感じで、登山口がね、すごい雨降ってるわけじゃないんだけど、水が溢れてるというか湧いているというか、なんかホースがあったり岩が苔むしていたり。よいしょ。結構風強いんだけど、この両方の草木に守られて、登山道はあんまり風が吹いてません。いい感じ。秋、フリースです。今日の行動食は津川高原温泉の売店で買った明太厚焼きピーナッツ。読み方が違ったらごめんなさい。いただきます。茶色。岩手県の特産品として有名な南部せんべいに卵、マーガリン、砂糖を加え焼き上げたクッキー風味のせんべいです。粒ごと入ったピーナッツが香ばしく、ほんのりとした甘さのコクのあるおせんべい。
おまんじゅうくんにお土産としてたくさん買ったんですが、これはこれは止まらなくてほとんど食べてしまいました。一つだけ残しておきました。さあめげずに暴風の中進みます。ここがコースの名物にもなっている魚沼です。ここで絶景動画の提供がございます。ありがとう。私が行った時は全然こんなに紅葉してなかったんですけど、時期を間違えたわけじゃないんです。暑さで紅葉が遅れていて、私が訪れた9月の最後は例年だったらこれくらいの景色が見えると思って宿を予約して計画をしていたのです。自然だから仕方ない。さあ気を取り直して進みます。急登上がってきて山頂付近です。もう真っ白でございます。かなり紅葉は進んできててすごい綺麗なの。ほらそう、 色はねすごい綺麗で、もうあっちもこっちもね黄色とか赤で色づいてるんだけど、もう空が真っ白です。でもね、こうラスボスに向かうかのような真っ白な景色の中、あと15分ぐらいかな、もうちょっとで山頂です。こんなに真っ白な登山久しぶりと言いたいところですが、実はこの3日前に行ったつば九郎岳も真っ白でした。まあテントワークで楽しかったんだけどね。カラフルで綺麗、グラデーションですね。ああ、でもやっぱり山頂の方はきちっと葉っぱが色づいてますね。もうすぐ山頂です。意外と人が多い。やっと着きました。山頂からの景色も今回見たかったんですけど、例によってなんとか素材をいただきました。ありがとうございます。綺麗ですね。栗駒山は独立峰のため、天気が良ければ360度の展望と鳥海山、蔵王連峰、月山などを望むことができます。はい、現実でございます。私も自分の目であの景色を見たかったな。まあ次来る時のお楽しみに残していたと考えれば2回楽しめるのでちょっとお得ですね。で、この山頂からさらに奥こんばんは天狗岩まで行くコースもあるんですが、ちょっともう今日は展望ないし、めちゃくちゃ寒いし、あの目当てであれば紅葉は楽しめたので下山はワープしようと思います。ワープ。はい、温泉のところまで降りてきました。ちょっと山頂はガスっててあんまり見えなかったんですが、前回公開した動画で
の出してるんですけど、温泉も最高によくって、もしよかったら皆さんも1泊2日で楽しんでみてほしいと思います。ちなみに今回の動画は大和渓谷さんが密着取材をしてくれてまして、取材の動画と山案内の動画2本上がる予定なので、そちらも見てみてください。またね。すごい良かった、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。